1.5 か。メラク20日順次発売開始。メラク買ったよ。メラクめちゃくちゃ安かったよ。なんでこんなに安いのか分かんないぐらいに安いよ。たけオーバーフェンダー、オーバーフェンダーをつけたからってエアロがつけられるわけではないと。あ、取られちゃうんだ。このアンダーが取られちゃうんだ。はあ、大きくなりました。取られちゃいました。サイドとリアはつけられず、ウィングをつけられるということで興味はなし。ケインフック、そこに穴開くんね。ナンバープレートを取ると、可愛くなっちゃうね。次、ゲンメリ。ゲンメリのホイールに迷ったんだよね。みんな迷ってないかな。俺迷ったんだよ、すげえ。例えばマフラーの形見るの忘れてた。そう、マフラーね、で、レーシングマフラーつけたんだけど、直じゃん今。あ、2本出しになっちゃうんだ。まあ、元から2本出しなんだけども、2本か。俺2本出し嫌いなのよ。その片方2本出しって好きじゃないのよ。あれ、好み分かれるなりっつってね。これがスポーツマフラー2本になった。さあどうなる。ダーッ、なんで2本なんだ。1本がだからそれは違う、インタークーラーなんだ。なんでストレートは1本で十分やろうが、2本じゃないねん。 Y が好きなのは。ロードスター買った。あ、買ったわ。ロードスター買って、これだ、NRA ってやつ。普通のロードスターと何が違うのか全く分かんねえんだけど、ロールバーがついてて、初期から多分特別仕様なのか、レース仕様だと思うんだよな。ちょっと重くなっちゃった、まあ、ちょっと重くなっちゃったっていう、もうロードスターあったロードスターって名前なんだけど、 Z4 に対抗するようなロードスター出した時あったじゃないですか。あれが追加されるかなと思ったんですけど、そうでもなかったっていうね。挙動のシミュレーションが変わったと。うん、挙動のシミュレーション何が変わったかっていうと、タイヤの発熱と摩耗のシミュレーション調整しましたってことなんですけど、さっき走って、GTR でね、GT3 で走って耐久してたんですけども、リアの踏ん張りが良くなったっていうのがありますね。あと車両ごとの、挙動、サスペンションのジオメトリーということで、86乗った時もあったんですけど、1回、まあちょっと暴れなくなってたよねっていうのはちょっと分かったかなっていう部分。まあ暴れる時は暴れたんですけども、うん、そこまで暴れるような、車ではなくなってたのかなと思いましたね。あとはサスペンションを買った時にすぐについてたキャンバー角か、うん、キャンバー角がいきなり3度ついてたので、うん、そこの調整もしないとならないのかなっていう部分はございましたね。あとは何でもかんでもね、メカニカルダメージを受けてしまう調整が入ってますね。何でもかんでもバーンってぶつけたら、ああペナルティーになっちゃうみたいなね、そういうのもありましたし、それは消えてますね。うん、一部車両のディファレンシャル、これはちょっとまだ見てないかな。登録者数のパフォーマンスポイントも調整しましたってことなんで、どれがどれだか分かんないですけども、入ってますねっていう形です。ああ、これか。これの何インチ、このまま15とか16インチにしてワイドにしてあげると、はあ、なかなか似合うんじゃない。うん、フカリムじゃなくていいのかな。うん、なかなかじゃないのかな。ゲンメリってどういうホイールが似合うんだ。やっぱあれだよな、渡辺がすごい似合うんだろうな。うん、だってどの車も渡辺が似合うじゃない。あ、やっぱフカリムか。渡辺なんだろうな。先ほどね、今ちょっと調べてるんですけど、こっちも意外とありなんだな。うん、多分こっちも結局ありなんじゃないかな。あ、でもつけない方がかっこいい。いや、ケンメリといったらこの顎なんだよな。
分かる人には分かると思うんだけど、このケンメニのこの顎があるからこそこう、まあなくてもかっこいいけどねなくてもかっこいいんだけど、この顎があるからこそ、うわケンメニかっこいいってなんだよな。分かる人いるかな。ガンメタかな。あ、ガンメタっぽいな。ちょっとこれでサイドミラーを鈴木 VGT マットにしちゃって、ロールゲージはマットにしちゃおう。その他は普通の黒にしちゃおうかな。お？おじさん満足。あ、微妙だな。もうなんかやだこれ。ブチ切れそう。そうなんですよ、渡辺を博士たいからこそのね、まあいっか林で、うん、これでいいや。妥協 GR1 950までいけるよ待て待っいやダメだろ、ちょっと待って、950でしょ。こいつもしかしていたずらできるんじゃないの。こいつの燃料がどれくらい持つか知らねえけど、あって06で危ない。いや曲がんねえか。まあ、これ新しく追加されたレースなんですけど、燃料モタン系だな、燃料モタン系男子。あ、最高でした。え、あ、やばいなこれ。いや、これやばいな、どうしようかな。これは俺が一番きついやつ。あー死ぬ。いやマジあいつ早すぎ。うわー、これギリギリだな。もう一本入るかな。いやもう曲がんねえわこれ。おお、ぶね。おお、どこ行く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 。どけ。違法行為です。どっちどっち。いや、インターメディエイトかウェットか。いや俺はウェット、いやインターメディエイト、ウェットの量を、こっち。あー絶対なんだ。まあでもこいつの燃料がどれくらい持つかだよね。早いって、ね、振るの早いって。何も聞いてないよ。おお、マジかよ。ちなみに今回のアップデートでコンディション設定のこの雨の降る量って記載されてなかったからな。積もる量も、この雨の積もる量記載されてなかったからな。大丈夫それ言っちゃって。本当にサイレントに修正するのやめろ。切れそう。いやもうこれ無理じゃね。またこれは運すぎるだろ。いやこれはもう勝てなくなっちゃうよ。ほらこれはね、勝てないって。これはウェットウェット、本当にもう切れそう、これ。あ、オープンポイント。
ここに来てオープンオイルが牙を剥くわけね。なるほどね。俺一番手に勝てる。いや、これ勝てんのか。いや、タイヤのあれだな、あの人のタイヤがどれだけ持ってるかっていうタイヤ勝負だね。なんで？やったー、これね、またこれ厳しく作ったな、このレース。ちょっと考えた世界線があって、うん、あの時チャンネルを消さずにいたら、まあ、どうなってたのかっていうのはちょっと知りたい自分はいる。今思えば、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか結構思うことがあるわけよ今思っちゃうとね。今の時代はね、シャコタカなんですよ。ええ、わかりますか？なんでシャコタカって？改造したら怒られるに決まってるからだ。ラジアいじっちゃいけないな。ぶっ飛ばすぞ。車いじってなんぼだろうが。金ねえけどな。ちぎれそう。抜けた。お、待って、ね、履き替えてなかった？ちぎれそうって言ってた。ソフト入ってないのにちぎれそうって言ってた。やば。